朝日新聞の木原です。よろしくお願いします、はい。2点ありまして、ちょっと1点確認なんですけれども、はい、先ほど、対話の場の説明のところでですね、はい、2月下旬っておっしゃったように聞こえたんですが、これは議会が始まる前というのと、議会が始まる前という意味です。という意味ですか、はい、分かりました。で、もう1点がですね、昨日現地視察をされた後にですね、はい、関係部局に何か指示をしたことがあるかどうかという質問なんですが、昨日あの叩き台という話もちょっと出たんですけれども、県として例えばこういうものを用意して、2月の対話の場に臨むとかですね、そういったことを何か指示されたことがあるのかと、で、もしない場合は知事の中でどういうふうにお考えになっているのかというのをもう一度お聞かせ願いますか。特に改めてということはありません。もともとそういった対話の場を設定をするということを、住民の方にお話をしてですね、ご了解をいただくという前提で、今準備をしてますので、その準備については粛々と今進めているところです。それで、県からの提案という部分につきましては、今も申し上げたように、その共通する部分というところまで立ち返っていかないとですね、なかなかうまくいかないと思うんですね。その最後のその橋を架けるとか、あるいは山のトンネルを掘るとか、最後のその解決法の部分だけが最初にボンと出てくるとですね、その肝心の根っこの議論にならないので、私としては、我々どっかの時点でもちろん、そういう県としての新たな、というか改めてのですね、ご提案というのをすることがあるかもしれませんけれども、現時点においてはまずその一度立ち返った根本の課題のところから始めるのが適切ではないかなというふうに私は感じています。佐々木読売新聞です。ちょっと改めてその根本的なところの質問なんですけれども、はい、対話の場ということで、両者が同じテーブルにつくということに湯崎さんこだわっておられますけれども、はい、その中ではその別々の場にした方がいいんじゃないかという意見もある中で、はいはい、あえて同じテーブルにつくことのこう意味というか、どの辺にこう意味があるというふうに感じておられるのかというところをちょっと聞かせていただけたらと思うんですが、はい、一つこれは議論を通じてですね、より良い解決方法を、コンセンサスを作りながらより良い解決方法を見出していこうということですよね。ですから、それが手法としての話ですし、それからそもそもですね、これはやはり友の町の話が基本にあるんですね。そういう意味では県として、これは町づくりっていうことなんで、ちょっと一歩踏み出したような話なのかもしれませんけれども、でも元々はその町づくりのお話ですから、ここは住民の皆さんが両方というかですね、立場の異なる方々が話し合いをされるというのがですね、基本にあるのかなと思うんですね。そういう意味も含めて、やはり両者というか、両者だけじゃないかもしれないです。ひょっとするとその中立という方々も入っていた必要があるかもしれませんが、それはちょっと置いておいてですね、そういう立場に対するということが意味があるのかなと思います。NHK の稲垣です。第三者を交えたということで、住民双方に納得していただける方ということですけど、もう少し例えばどういった知識を持っているような方が望ましいとか、そういうもう少しこうどういうふうな方に入ってもらいたいと考えているのか。そうですね。それはもうちょっと調整をさせていただいてから発表させていただきたいと思います。
まあ、でも議論の整理ができる人がないと。あの中国新聞ですけども、はい、あの福山市とはどういったように連携を取ってこの会合というのを開いていかれるお考えですか。はい、あの福山市さんももちろんあの関与していただかないといけないとは思っています、それで、まあ、それがあのどういった形での参画になるかというのはですね、まだ調整中でございます。すいません、 NHK の平間ですけども、はい、あの現実的なまあ問題としてですね、はい、まあ、橋を架ける架けないという話で言うと、はい、まあ、片方の方はですね、まあ、橋はその架けてほしくないと、はい、言っている中で、まあ、あの根本的なそのこう共通のところに立ち返るというお話はまあよくわかるんですけども、まあ、現実的な問題としてはですね、あの今あるそのこう橋を架けるという計画じゃない、なんかそのこうあの別のあのなんていうんですかね、そのオルターナティブというか、なんかそういうのを提示しないとあの現実的にこう解決しないんじゃないかっていう気がするんですが、その辺知事はどうお感じになってますか。いや、それはあの話し合いを進めてみないとわからないというのは私の考えです。